はい、どうもタンタン札幌店でございます。札幌店の方でですね、今回新たにこちらのブランドを取り扱いしております。マレーシア発のエルルシアというブランドですね。はい、こちらギターも作っててウクレレも作ってるっていう、まあ、そういったブランドなんですけれども、今回このエルルシアというところのウクレレ入荷しております。まあ、パッと見て分かる通りですね。まあ、やっぱりこのモデル、ここのね、ゼハイ台の特徴はこのオフセットしたサウンドホール、そしてサイドホールが開けられているこのデザインですね。はい、これに伴って中の構造とかも変わってるんで、結構生音も独特な雰囲気の鳴り方をしているのかなと思います。でこのモデルは、テナーサイズルコアピックアップ付きというモデルなんですけれども、全体がコアの単板のテナーサイズ、そしてピックアップシステムもピエゾ塔の中のコンデンサーマイクが2つついてて、ここでまあ、ブレンドできる形ですね。ここにコントロールついてて、でエンドジャックと、そういった仕様でございます。テナーサイズね、結構コンサートに比べるとぐっと音の迫力が増しますね。かなりコンサートとテナーで音の雰囲気違うかなっていう感じします。今回同じテナーのこのタイプで材料違いのマホガニのモデルも入ってるんですね。それとこう聞いてもね、やっぱコアの方がすごく明るくて歯切れがいい感じかな。マホの方がもうちょっと気持ち柔らかくなる分はこう音が太めに感じるというか、そんな感じなんですけど、コアの方はこうよりこうシャキシャキっと歯切れがいい、そんな印象ですね。あとは多分ここにホールがまあ固まってあるっていうのもあるので、すごく自分にこう聞こえてくる音が大きく感じますね。それもあるのかもしれないですね。非常に弾いてて、こう多分家とかで弾いてて自分にこう返ってくる音が心地よい、そんなシリーズウクレレになってるんじゃないかなと思います。はい、いろいろな細部でもデザインもね結構凝ってて、ここなんかもブリッジのここの部分もね、書いてるんじゃなくてちゃんと木を埋めてあったりとか、このライン、あとはこうバインディングも一番外側メイプルのバインディングなんですけれども、全部やっぱりちょっと木が入ったフレームメイプルを使ってたりとか、ちょっと結構細かいところも こだわって綺麗に作ってある一本ウクレレなんじゃないかなと思います。ということで、マレーシアの新興ブランドですね、エルルシア入荷しております。こちらのモデルはテナーサイズのルコアPU ですね。はい、となっております。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。